ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今日やる企画は心定時で帰ります。社会人の皆さんの中には定時で帰りたいのになかなか帰らせてもらえないという悩みを抱えている方多いんじゃないでしょうか。ということで今回はね、スーパーウーマンであるこの私が定時にズバッと帰る方法を伝授したいと思います。もちろんロートは違いますよ。育休復帰率がほぼ 100% というくらい自分のペースで仕事できる会社ですので、まあ定時で帰ることもできるし、自分で働くペースを決めれるとっても素敵な会社なんです。お疲れっす。お疲れ様です。心ちゃんさ、はい、申し訳ないんだけど今日残れる？いや、それはちょっと。いやー、どうしても今日人手が足りなくてさ、お願い。いやー、そう言われます。お願いだよ。いや、ちょっと今日は用事があって。あー、まあ気持ちはわかるよ、気持ちはわかるよ。でも俺らの時代は定時で帰れることなんてなかったよ。毎日毎日残業してたな。先輩が仕事してたら先に帰るなんて考えられなかったよね。早く先輩帰らないかななんて思いながら夜中までよく会社に残ったもんだよ。上司からもね、あいつはいつも遅くまで残って偉いなって褒められたな。いや、みんなそういう大変な時代を乗り越えて今があるんだよ。ほんと1年に1回か2回、今日は残業なしで帰れたって日はほんと嬉しかったな。いやね、だからさ、心、あれ、心ちゃん、心ちゃん、あー、ちょっと心ちゃん、はい、今日この後忙しい？なんでですか？え、実はさ、部長に飲みに誘われててさ、心ちゃんも来てよ。あ、いや、今日はちょっと厳しいですね。じゃあお疲れ様でした。いや、心ちゃん、心ちゃん、部長との大事なご飯なんだよ。いや、そうなんですよね、部長とのご飯とっても大事なの。そう、今日は帰りますね。あれ、伝わってないな。あのね、心ちゃん、これもね、仕事のうちなんだよ。仕事、うん、仕事ですよね、うん、本当にわかります。なんか予定あんの？約束とかご飯とか。はい。誰と？一人ですけど。一人？どこ行くの？家ですけど。じゃあ予定じゃない。帰ります。お疲れ様です。お疲れ。調子どう？そうですね、もうすぐで定時なのでそれまでには終わりそうです。あ、そっかそっかそっか。じゃあ、こっちの仕事もお願いね。え？いや、今日これから会食だからさ、手空いてるならお願いね。あ、無理です。え？無理？はい、無理です。今日は帰って弟とスマブラするんで。いや、でも結構仕事溜まってるから。いや、でもスマブラが。いや、スマブラは休みの日でもできるでしょ。今日のスマブラは今日だけのスマブラなんで。いや、いや、本当に今日だけなんです。いや、今日特別なスマブラなんです。いや、本当にスマブラしないと私やばくて、本当にスマブラしないと、スマブラしないと、弟とスマブラ。あ、お疲れ様。いかがでしたか？心定時で帰ります。あるあると思った方も結構いるんじゃないでしょうか。本当にあんな人いるの？え、めっちゃ似合ってたよ、上司。いや、やめてよ。ノリノリだったよね。やだよ。私もね、これからどんどん新入社員さんが入ってくるわけですよ。そうだよ。な上司にはなりたくない。気をつけてね。あ、そう、繰り返しますけど、ロートはそんなこと絶対にないですから。よかった。うん、ということで今日も皆さんお疲れ。おつねばー、おつねばそれじゃあ今日も一日皆さんおつねばー。ちょっと待って、ごめん。ちょっと もう一回いくよ。今日も皆さん一日おつねばー。おつねばー。ということでバイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら、 Twitter を見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎーと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。